信長は浅井長政の鋭い追撃をかわした。だが長政は必要に天下を狙わんとした。六条合戦で敗れた三好家の残党、西下衆、甲斐の武田信玄らと同盟し、信長包囲網を敷く。信長は再び追い詰められた。だが彼は縁でいた。まるで長政の反乱をめでるがごとく。そして信長の非情な反抗が始まった。それは味方すら目を背けたくなる苛烈なものだった。織田の将、野田福島の戦い。敵将浅井長政の主導にて、京の西野田福島で小将将ら旧勢力の残党が蜂起いたしました。紀州の鉄砲傭兵集団西下衆率いる西下孫一もこの蜂起に加わっている模様。油断はできませぬ。また東方では甲斐の武田信玄も動き出しており、完全な織田包囲網が形成されつつあります。長政殿が我らに適したのはきっと何かの気の迷い。この光秀にお任せください。きっと長政殿を説得。ならぬ。気の迷いなどと長政の意志を汚すな。背いた以上長政は背けきらねばならぬ。天下不武、信長は天下に武を敷くと宣じた。背く者には徹底制圧あるのみ。命令は一つだ。すべて絶やせ。長政殿、もはや戻れぬ道なのでしょうか。孫一、まさかこんな日が来るとはな。お一様、おいたわしよ。三人衆、小将将、最下衆、信長に背けど吠えられるなら
とよし。信長、うぬに総大将の任務油断を。織田軍、非常な魔王の軍団、逃げろ。お見事にございますな。信長様が修羅を、地獄を作っておられる。逃げる者も容赦なく切り捨てる。もうダメだ。逃げろ。開門。相手となる。いざ戦わん。百花繚乱。敵将処分いたしました。血風の赤き花と知るのみ。将軍義明様のおなりこっちに着くように説得しちゃって。はいはい、お任せあれ。ご長者様、義明の側近にはすでに手を回しては。秋の配下が敵に寝返ったか。かしこまりました。そそのかした者、その他者、共に滅せ。開門。ズスマ城の守りは堅いの。火を放ち、炙り出す。貴様の思い通りにはさせんぞ、信長。わしがいる限り、城に火はつけさせん。てめえらの非道なやり口、俺の銃弾が裁く。必ず信長の首もらう。乱にお任せよ。いざ。さあ君だれ。Thank you.
じゃ。わしは知らん。わしは信長殿の味方だ。信じてくれな。尋常に勝負いたせ。まだ城内には民がいるのに、信長って正気？開門！止めれば勝利条件変更。アザイの大軍に背後をつかれ、信長絶対絶命。心優しき男の怪物退治、ここに完結か。高虎、義経、そなたたちは復しましょう。速やかに城内に入り、織田軍を駆逐してくれ。敵将、ここに滅した。負けてしまうとは。お前を手柄にする。覚悟せよ。敵将、ここ
獄を作っておられる。不足なし、参れ。ここに召した。前を防ぎ、百花繚乱。撤退する。いざ、俺も逃げる。敵将討ち取ったり。隙はないか。ですね。尋常に勝負いたせ。愛する人のためなら戦います。いざ参らん。よらば血風の赤き花と散るのみ。敵将討ち取ったぞ。一、待っていろ。そなたはそれがしが必ず取り戻せ。
強さよ。戦え、働け、貢げ、死ぬまでだ。ここで兄上を超え、天下を取れ。良いぞ長政、背き切る、最後まで。笑えんわ。勝っても誰も笑えんのんじゃ。一体何のための戦じゃ。信長を超えようとした。だが超えられず悲劇に終わった。あなたは許されたのに、長政殿はなぜ。すべて承知であの男を支えてきたのだろう。承知ならば、なぜお市様は泣かねばならぬのです。すべて承知でも涙がこぼれる。